こんにちは、ブルーホースです。ということでね、続きやってみましょうか。パー3でございますね。はい。で、トレイルの言ってた沼、山、海、谷っていうのは、きっとここから四方に分かれて場所のこと言ってるんだわ。だけどそこにいる人って一体誰のことかしら、あの子ったら感じのところ、いつもさっぱり分からないわ。こうなったらその場所に行くしかないわね。まずは目の前の門を切ると村ある中央に出るわ。はい、まずそこから行っていきましょう。ということで、パート3なんですが、ピキピキ、ちょっと困るピー、何するピー。ピッココピッココ、まあおめえさんに許される用はないんだけどね、なんとなくこうちょっと会っておきたいなと思ってて、でそんなことはどうでもいいんですけど、まずね、皆さんに謝罪をしなければなりませんと、何かっていうとですね、何かっていうと、あのね、全くメインストーリー覚えてないの。だから思いつくままに、まあ、とりあえず、最初は沼に行った方がいいのかなっていうところなんですけど、なんか沼に行って途中で弓矢手に入れたらそのままスノーヘッドマウンテンだったっけ、なんとかかんとかって、まあ第2ステージみたいなところに行った方がいいよみたいな、そんなのもいろいろあったりとかするんですけど、間違えたり、車しょー!クソガキー!と、間違えたりもしたんですけど、まあそんなことはどうでもよくって、よろしくって、なんか適当にくるっと回っただけだった。よいしょー、シャキーンのパキーンのキュイーン、ピコーン、バババババン、これが一体な、え、ちょっと、これさ、でもさ、ちょっと話しかけてみよう、チェック。え、何も起こらない。何も起こらないのかーい。そう。で、何が痛かったかっていうと、まあ、とりあえず、ここで思いつく限りのサブクエをまずクリアしていくところからスタートかなと思っていますので、おーいしょとー、うわー、そう、そのためにね、ルピーを集めていかなきゃいけないんですよ。で、ルピーを集めるのにもね、いろいろとやっぱね、苦労したり、ラジバンダリしなきゃいけないってことで、どっちから行こっかね。まあ、まずはやっぱあれかな。うん。あれから行こうかなと思うんだけど、これちなみにさ、これ。お鍋川邸ってさ、チェックイン8時から。まあ、それはいいんだけど、チキンが8時。やばい、くしゃみが出そう。えぇ、ー、ああ。ノイワーツ、よーしよしよしよし。これ君、剣、武装、谷がある、ウッドロア。ロックウッド?チュ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 。相変わらずの光沢。あんなぐる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 回ってんのに、あれレンズが回るって見れるの?すごいね。まあ、こちなみに出てく、ああ、もう中か、そういうことか。なんかすげえ爆弾が浮いていると思ったけど。そういうことね。そう。で、なんかこれね、その、東西南北切れねえし。東西南北の、その、どこで、その、タルミナ平原に出るかによって、なんか、その、最初のムービーがいろいろ変わりまっちゃうよっていうことらしいので、まあ、そこはね、まあ、いろいろとあるんだけど、何にせよね、武器、いやー今日は咳が止まんねえな。あれ、花粉症の季節なんかもとっかかってるしな。てか、俺、花粉症じゃねえんだよな。年中、お花詰まりの術は大変な感じになってるんですけど、なんか、うわ、また生えてきよかった。あ、こんなとこに穴があったっけ?穴、ピーピーピー、穴ピーピー。ん?あー、これあれか。なんか、ほら、歌を、4人分ちゃんと聞かせなきゃいけないですぜ、みたいな感じのやつだよね。で、とりあえず、こいつを一匹ぶち殺しておいて終わりましょうか。あ、ちょ。うん、あちょーと、痛いやがれ、あ、やべ、強えぞ、こいつ。ハート3のやつで、ハート3で立ち向かうべき相手じゃなかった。ちょ。よいしょ。燃えろ。じゃあ、弾が、あ、ちょっと待って、強くない?超強いんだけど、あたし惚れちゃう、あぶれ。ちょ待って、ほんまに強いぞ。あちょー、オッケー、やっとだ。強かったー。オッケー、そう、これが欲しいんです。こいつで一気に稼げるからね。うん。紫ルピー。卑猥な色だよね。で、これで手に入れることができましたので、とりあえず、戻って、今思いつく限りの、ミニゲームをちょろっとやるっていこう。あれ?おぉ、ゴルピー。え、ここってこんな中、こんなに秒で生える草なの?待って、マジでさ、アイテムがないよね。そして鼻が詰まりんこ、菊池りんこでさ、やばいんだけど。あ
さて、まずやるべきところは、まあ、7時、じゃあ8時にならないと、でも、何時からだったっけかな。あ、まあ、や、とりあえずここやっていきますか。お邪魔しまっちょーと思ったけど、そうだ。俺今まだ弓持ってねえや。あれ違うな。初日、あ、まあ、いいか。で、弓手に入れてからじゃないとできないことがたくさんあるから、あれでも弓なくてもできんのかな。どうなのそれ、皆さん。なんか知ってる方がいればぜひ教えていただきたいんですけど、多分教えてくれないだろうから、とりあえず覚えているのでいくと、まず西。西で、なんか、チョップスティックいっぱいするってか、知りたい。ありがとう。めっちゃわかった。ああ、すっげえわかった。もう、誰よりもボンバーズのこと知ってる。ということで、お邪魔しまーす。ほい。でーん。ならねえし。出た。新料道場は施設定年24時間マンツーマン特別割引道場やってみんから上級者コースいきます。はい。実践10本。30点取ります。シーン。と、と、おっそ。ピー。ほい。と、待って、なんかすっげえさ、横にさ、超でっけえ刀があるんだけど。あれは誰がやるの？巨人族？ねえ。え、ちょちょ。とい、あ、あーしまったー、あんなバカな一発外すとそんなシビアっちー。さすが昔のゲームだねー。まあ、こうなったらあれなんか途中で出ていくっていうのもあるらしいんだけど、あーちょちゃらちゃちゃー。惜しいのー。修行が足りんのもっと飛ぶんじゃん。もう一度一、あ、ちょちょ、うるせえ。はい、行きます。こう間違えてね、初級者コースとかやったらすっげえめんどくせえことになるからね。ほんあれ、なんか、出てくる場所が違う、出てくる場所が違う。うわちゃうてせさ、うてててんてんて、次は、ここだ。違った。まあ、また同じ場所から出てきた。よし。ほう。ある程度の距離を保って、ファッシャーで、で、次は、と。ああ、もうこういう時に限って、一番端から端へと、あちょーそして続いては、またなんか遠いところから、ようこそいらっしゃいませ。世界の車窓から、チャチャチャラチャ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 。今夜出てきたのは、緑色の服を着た変な男の子でございます。緑に金髪って目立つ格好だ。うむ仕方がない。お前に何かやろう、惚れって。すげえ雑なんだよな。何かやろう、惚れってなんだ。宅大戦するんじゃぞ。はい、もうここは用済みでございます。あと3日目の夜にね。知ってくない？すっごい情けない男の人が出てくるだけと。で、この後は、何したらいいんだっけ？ペー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 。すげえ鼻が出てきそう。とは言いつつ、まあ、パッと今思いつく限りでできそうなことは、まあ、この程度か？いや、なことはないんだけど、弓は手に入れないといけないし、まあ、いっか。じゃあ、じゃあ、ちょっとずつ進めていきますか。来た。じゃあ、タルミナ兵、ゲン。すっげえ、ドロッドロしてるよな、あそこね。ちゃっちゃー、ちゃっちゃかちゃかちゃー、ちゃっちゃ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 ー、あちょー、あちょー。あー、こんなことだったら、ルフィ全部預けてくれよかったな。預けてくる？いや、もう、あれだね。みんなをそれで巻き込むのもよろしくないから。あったあったあった。あ、じゃあ、これ、あれだ。こっちはあれだね。こっちに行かなきゃいけないんだよね、多分ね。違うな、ロマニー牧場。あ、じゃあ、こっちで合ってんのか。まあ、とりあえず、イベント2。トゥビン！落書き小僧！まあ、少しずつメインストーリーを進めていこうか。思い出したらサブクエもどんどんやっていくという感じで。まあ、今回はなんかまったりやりましょうよ。おめえら、芋虫みたいな人って。懐かしいな！初めてサブキットで会った時の落書きを。もうね、パートをまたぐとね、どんな声で喋ってたか分からなくなるから、もう普通に喋ります。ここに初めてトレイルと来た時、あいつは友達と喧嘩して一人ぼっちだったって言ったわ。友達って誰なんだかな？へへ。寒いよー、寒いよー、あれが降りしきるよー。寒いのかな、やっぱりな、なんかね、うん。雨降ってる、キャー、濡れちゃうーって。お前らも光でなんとかならないのかな？あそこの木陰に休みましょうって。でも、ここでこう、なんだろう、人里に行けないってことは、やっぱり人前に妖精ってこう軽々しくと出てきちゃいけないって感じなのかもしれないね。うん。うわぁ。
寒いよ、寒いよ。おいら骨と皮しかないから寒いでやすよ。脂肪が欲しいらす。おっと、このところにちょうどいい LED 発光体がある。みんなで温めよう。だよ、直接触れても大丈夫なもんなんだね。へえ。で、元気になった瞬間に暴れ散らかしていくと。で、ここに出てくる音楽が、前作の嫁候補一人。結局誰をあれなんだろうな、彼女にしたんだろうな。うわ、すげえな。すげえな。側転からの前転してたぞ、今。さあ、キャーシシ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 。なんか、スタルキッドの顔よく見たらさ、闇落ちしたドナルドダックみたいな感じの顔してるよね。何で書いたんだろう。ホワイトチョーク？そりゃ確かにいたずらばかりしてみんなから相手にされないけど、だからといってあんな恐ろしいことするなんて。ね、何がそうさせたんだろうね。なんかさ、左のさ、その靴じゃないさ、カバンの横からなんかニョキッと出てたやつがあるんだけど。しかもなぜそれをわざわざチョイスしたっていう話だよね。もっと面白いさ、なんかさ、ゼルダの世界からピーチ王国へ、じゃね、キノコ王国へってさ、とある仮面被れてたらさ、よかったじゃないですか。と言いながら、さてこっちでいいのかな。まあ今は牧場行けないしね。ちょっちょこちょ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 こちょこちょちょちょさよなら。ちょ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 こちょ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 こちょこちょ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 。あ、なんか来てる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 、危ない。てかも別にこいつら始末しなくてもいいか。ということで落ちます。よいしょー。おお、やった。あ、やった。テレテピー。ちなみにさ、この作品でもさ、なんだったっけ、パス好きってあるのかな、わかんない。ここ。これ、だからあれだね、ま、やっぱ待ち、え、入ってくるの早くない？あ、ちょっと待って、今気づいた。一個デクのみ一個、それはもっと生えてきて、もう殺す瞬間に秒で次生えてこいって話だよね。よいしょ。で、ちょっと待ってねー。ほい、ほい、ほい、ほい。あ、初めての時だから、グロチュー、イェーイ！ピーン！ピュー。ピュー。あ、ちょっとむずい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 。オッケー。ん？あれ？俺？空から落ちるー！よし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 。35歳なのにな、膝が結構しっかりしてるよね、あの高さから落ちてさ。むむ、緑の人、申し訳ありませんさ、なんと、僕、やったー、絶対チンクルー。いいな、いいな、友情の印に、あ、チンクルの、か、どこ、ウッドフォー、あー、なんか、ごめん。選ぶ間もなく、なんか、ちょっと、まあ、いいや。チンクルー、チンクルー、マネー、あ、ちょ、お主、こんにちは、ヨセさん。ちょ、今いらない、今いらない。ありがとう。あっそ、また呼んでる。チンクル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 チン、いや、何かって言ったら、あそこにさ、なんかさ、俺に、町に行く権利売ってくんないかなって言ってるさ、人がいるじゃん。あいついるんだったらね、もう初めからやっときゃよかったかなと思ってたけど。よし。ということで、ひゅい、ちゅい、ちゅい、ちゅい。ちゅい、ちゅい、ちゅい。ほい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。体が軽いデクのやつだからできるなっつ。ほいよ、ほい、ほい。こっちとか意外と走るの早かったりする？普通にリンクで走るより。うわー、危ないのがいるー。危ないのが嫌がるー。また一個。また一個。ほんと。ケチくさいねー。これちなみにどっか行っちゃう？あ、行かない系女子ね。で、元気みなぎるやつを先に渡してあげなきゃいけないんだけど、その前に、普通についていかなきゃいけないんだよね、確かね。どう行くんだったっけな、なんか逆 S 字だった気もするんだけど。ついてきて。はいよー、ちゃ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 。いやー、この曲があるんだったらね、どうせならね、ね、ついてきてって言われにはさ、こいつは、だいぶ寄り道すんだよね。こいつ名前何？
スナッパー。ちょっと待って。おめえさ、お前人が調べてる間もう動くなんて、そんなこと俺知らなかったです。よいしょ。で、こっち。あ、まだなのか。ちょ、あ、ついた。はいはいはい。オッケー。助けてくれ。お前、あの時のセクシーダイナマイトババアじゃないか。抱かせてくれないか。あ、ちょ、なんだ。コントローラー勝手にちょっと、喋りかけられない。立ち上がる勇気はある。いきなりポカってやられて、今まし廃りきっての顔隠せばおばあはわからないと思ったのに。まあね、そりゃね、前作のラスボスをね、ラスボスを育て上げたババアだから、そりゃ元気だよね。ということで、戻ってまいりました。はい、これは俗に言うですね、迷いの森ってやつですね。はい、チャチャチャ、パパピピー、キッテパラって。どうしようかな。この後はな、ババアを助けるために薬が必要になるんだけど、その薬を手に入れるためにさ、お前には300ルピーで売ってやるよって前作じゃ悩まされたからね、イヒヒヒとか言ってやられたらたまったもんじゃねえからね、とりあえず82ピ、2ルピーでなんとかならないかってことで手を打とうかなと思います。お邪魔しまーす。魔法のおばば、おつ。コテッケさん、いらっしゃい。私のくせに大きく出ろー。ほえなんだって、コウミさんがサルヒットにそんなバカな。なんでサルヒットごときに。うん、まあ、それが本当ならこの薬を届けてて悪いね。ドロピッピー、やったー。早く薬を届けてやっておくれ。多分それしか言わなくなるんだな。かこしい記録の香りがあればの。ああ、年は取りたくないね。それは思います。切に思います。なんかもうね、最近ね、何をやるにしても、その、なんだろう、一日の体力が、一日で終わっちゃうんだよね。わかる？その、なんか、余力が残らないというか、うん。そんな感じなんだよね。ちょ、こっちだ、こっちだ。こやこや。あれ？あ、間違えたわ。あれ、これどっちだったっけ？これ右だっけ？だよね。一回左に行くというフェイクを見せかけておいてからの。あ、これまっすぐか。まっすぐだ。で、こっちを左だな。ですよね。で、これを、もう一回左ですね。もう年は取りたくないもんですよ。なんか、コウメコタキを見て、それを思い知らされるって、なんかちょっとエモいよな。これをやってた頃ってさ、もう超絶元気でさ、それのその香り、まさしく小竹バーさんの、小竹バーのさんみたいなさ、バーにさんつけちゃった。加齢臭がすごそう。なんせこいつ400歳だからな。で、双子なのに380歳だからな。で、頭は炎にならない。助かったね、あんた。ヌマルカンがボートクロスやってるんで、あんたが乗りたいならいつでも置いてサービスするよ。いつまでもヒェ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 言うてんな。あ、やばい、襲われる。コンゴみたいに。お前、勝手力持ってるだろ。だってずっと見てた。この沼地最近毒気力だってすごい滝の武士大将裏のチュンリンレブジュンリンリンリン毒夏のもの兄弟デクラツツツの中助けて。おめえら喋れるのすごいよな。それに感心するわ。よいしょ。でね、こいつらねついていくじゃん。ずっと消えるんだよ急に。ほら、あれどこ行ったのつって。この先行きたいけど行けないから、ほいあれ、あ、ちょ、あ、でもこれ沈んでもあれなの、体力減らないんだ。それはあれだね、優しい塩だね。小学生の頃なんてさ、ほんとさ、その眠りにつくその瞬間までさ、元気に綺麗に遊んだりとかしてたじゃん。まあ小学生なり幼稚園とかさ、まあまあうちの子も今3歳半まではいかないのか、まあまあ3歳半近くになってさ、すごいずっと元気なわけですよ。ほんと寝るその瞬間までベラベラ喋って、気づいたらスンって喋らなくなってっからさ。
チャラチャチャーン。みんな今、妖精なんていたのって思ったでしょ。うん。それがやっぱりね、あれですよ。熟練の差の違いってやつですよ。チャラチャラチャラチャーン。チャンチャンチャカパパン。チャンチャンチャカチャチャン。ね、あいつも、なんか弓矢で一撃でブチュって刺されて終わっちゃう悲しい存在になっちゃってるわけですよ。ね、キャーなんちゃこんちゃこーつってさ、ザックあのドラムスクまたどっくりサボってやがら愛しくて妖精ごっこもねえもんだ。おめえがパパだったのかよーっていうね。あいらっしゃい。じゃあ早速ってことは35歳。あれお客さん、あ、写し、ただいま写しコンテストをやってます。無料サービスです。どうだお客さんも参加してみますか。でもこいつさん、まずはボートクルーズに乗らなきゃダメだぜ。ボートクルーズの受付がそこの窓口だ。今日見たら乗ってみなよ。っていうことで。これだけ見るとすげえ怪しいババアだよな。鼻と目しかないもんな。よく見、これよく見たらさ、鼻とさ、頭のさ、あれ、髪の毛じゃないんだけどさ、なんか、何、ルビーみたいな赤色の部分だけ見たらさ、すげえガノンドロフっぽく見えるね、やっぱりね。まあでも、海の親じゃないんだけどね。ちょっとありがとうよ、あんたなら今回特別にボトルで頼んだら捨ててあげるよ。そうそう、今キャンペーン中のだからこいつもつけてやるよ。じゃらぴぴーん、写し絵の箱、ウェル写す、とっておけるの一枚だけど、なんちゅうしょぼいカメラや。映るんですでも30枚くらいいけるのに。ボートから1、唯一しよう。そこの愛人持ってきて、探し始めるよ。チュル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 チュン。それじゃあ、はい。Cセット。沼の景色を心ゆくまでお楽しみください。じゃあ1枚取っとく。いや、でも結局ね、あいつを取らなきゃいけないからね。チャ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 カチャ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 カチャカチャ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 ってやつを取らなきゃいけないから。まあ、しばらく暇だね。飛ばす？まあでもなんか、せっかくだからエモいことしようよ。ジャングルクルーズみたいだね。あの蜂の矢をね、ぶち潰すね。じゃああれだね。ここに自生しているものはラクレシアでございます。ラクレシアの風にされてる。おーっと、ここでダイオクタがやってきたぞ。うわーあ、ダイオクタだっけ、こいつ名前なんだったっけ。まあ、タコにしとこう。な、キャー、なんじゃこのタコはーっていうね。さてさて、まあいい感じのところまで来たんだけど、デクナッツのデクナッツショーの前でございます。毒沼、あー、おります、おります。あ、なんか来た。喋れないんかい。チュッ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 、あの寝違いした二人組。デクナッツの城、ちょ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 。で、ここで目の前で心身してもあいつにはバレないっていうね。はい、ここはデクラッチの王国のお城だっぴ、夜のやつ通さないっぴ。でも今は特別に国王の怒りを買ったバカな猿を猿少女に見てもいいっぴ。おめえらなかなかあれでもサイコパスだな。そんな理由で見ていいんだ、ありがとう。じゃあ見に行ってみよう。でね、こいつがね、なんかすげえダンシングパパなのよ。ダンシングパパを下から見てみましょう。よいしょ。ちょ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 ってすげえね、あのね、角度がむずい、角度が。よし、もう一回下向いて、下向いて、下向いて。そう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 、いいね、いいね、いいね。お、いいね、いいね、いいね。あ、1枚しか取れない上に、白黒っていうね。しょぼすぎる。さいや、いいの、姫様、行く上の、ここ様、冷静なあんたね、こういう私、あの猿が言っているように、姫様、何かトラブル巻き込まれたのではないかと。しかし、ここ様、あの状態、姫様探し、ヘイドを突くことまで一体どうしたら。私が言って差し上げましょう。姫だと？そんな、姫様らを助けるなら、私しかいないでしょう。ということで、さあ、行きましょうか。姫姫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 を助けるのは私、私。姫姫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 と思ったけど、ちょっと寄り道。ちゃ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 ピー、許してくれピー、大ピー。ということで再チャレンジいきましょう。じゃあ、あれほど心まーでね、こいつらね、さっきはサイコパスとかって言うのね、結構優しいんですよ。何度でも入れ直させてくれるっていうね。よいしょ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 。じゃあ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 ガバガバすぎ。これこの中入っ、こん中入るとなんかどっか行けるんだっけ。うわうわおー、自生する自生するで、グッパグーチュ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 。よいしょ。え、
ちょっと怖い。無理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 。あんな真っ黒クロスケ出ておいで。いっぱいいたら怖いよね。ちょ、あ、違う違う、こっち行く？ここは？あ、はいはい。よし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 。ちゃちゃかちゃかちゃ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 。ん？あ、目の前にいるね。はいはいはい。で、こっち落ちると？不安、不安。不安しかないけど、不安、不安。はい、邪魔。一個ずつだったっけ？なんかすげえデクの実を取るのがシビアなゲームになってんだね、これね。不安。ちょ、危ない、なんかすげえ飛ばしてくるやつがいる。バカ野郎、てめえ、この野郎。痛えだろ、そんなの当ててきたら。ということで、ちゃっちゃかちゃっちゃ、何か飛ばしたけど、きっとそんなのは気のせいでしょう。でね、ここでね、豆ポリポリ、ミポリポリのやつがいるんだけど、とりあえず一個だけ買っとくか。ああ、一個くれるんだ。ありがとう。水をかけないと葉っぱも出てこやしねえと、生えてこねえとか。あいよ。うわー。で、こっから進んでいくのでいいのかな？あ、ちょっと待って、メガトンハンマーを手に入れなきゃいけないような場所か？あ、違うな。ちょっと待って、本当にね、どう進んでいったか覚えてないんだよな。ちゃ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 、ちゃかちゃかちゃちゃ、ちゃかちゃかちゃちゃ。まあ、まだ時間は余裕があるね。うん。まあ、ちょっとずつ収録時間もさ、伸ばしていかないとさ、やっぱ短く、このくらいの超大作になってくるとさ、やっぱ時間が短いとね。これ登れるんだっけ？登れません。これ登れない？あ、こっちから行けないの？あいつに乗らなきゃいけないってこと？もしかして。あ、え？あ、わかった。はい、じゃあ捕まえてください。アクセモルダッピー！こいつらさ、あいつみたいにぶち殺せないのかな？あ、ちょっと待って、これどっから行ってるんだ？俺、ちょ、本当に覚えてねえわ。まあ、こうやってちょっと四苦八苦しながらするのもなんかね、あー、あっちだよ、あっちだよーっていう皆さんイライラするところもあれば、あ、そういえばこんな進み方もあったよねーって、こうちょっと懐かしみを覚えていただくっていうのもね、一つ、これさ、あの時みたいに倒せないのかなぁ。倒せたら一番楽なんだけどね。てか、これ、あれ、これ戻ってきてね。戻ってきたよね。ただいまナッツ。ただいナッツ。ただいなるナッツ？何を言ってんだ？あー、ほー、ちょっと待ってー。やばいのがいっぱい来てるよ。やばいこっち、オッケー、さあ行こう。これだけ手に入れば問題ない。シュインシュインシュイン。ここに来んの、オッケー、アプリーさよなら、ふぅー。ドゥ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 、ドゥタコスったら、ドゥタコス。ドゥ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 。あ、あれのところにハートのかけらがある。それは手に入れに行かなきゃいけないな。なるほどね。ちゃかちゃかちゃ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 。ちょ、後ろ振り返るとかないよね。オッケーオッケーオッケー。こいつは捕まってもいいから、とりあえず。ちょ、オッケー。やっぱこの中入んのかな？今のくるくるで見えねえのかよ。ほんと相当ガバガバだな。ガバチョっすよな。はい、さよなら。で、ふわーっと浮いて、え？で、あ、もしかしてだけど、これ、ここに、植えて、たらたたーん、そりゃそうだろ。植えて、で、お水にします。あ、じゃあ入れちゃダメじゃん。いや、ハート3つってね、心もとないんだよね。
これはだからいわゆるチュートリアルみたいなもんで、で水すくって、ちょっとすくって、水すくって、チャラチチェイで水をここでキュッとしといて、育てて、で、この上どっか行くと、上でっかい。まるでアルギニンを飲んだ。違うな。全然違ったな。俺の思ってたのと違ったな。ここ開けと、なんだ？全然いらなかった。あれ？兄ちゃん、兄ちゃん。聞いてくれ、買いに来てくれただが。まあ、一個買っとくよ。まあ、いつかどこかで入れるでしょう。いつ植えてもいける。水をかけないと葉っぱ生えてこないんだな。でこれ買っても、3日前に戻ると、どうせまた、あれなんだろうな。なくなるんだろうな。わーお。あれ、違ったな。ちょっと待って。本当にわかんなくなってきた。時間が迫ってきて、30分を超えるとさすがにしんどいもんね。こっち行く？こっちってところで何もないよね。なんなら戻るよね、これね。これの飛べる場所になんかどっか戻んなきゃいけないんだろうな。ああ、ちょっと待って、ちうわあ。こっちなのかな。こっちあれでしょ、ウッドフォールに行く道でしょ。こっちか。あ、なんか裏道めっけ。ただなんかあの敵がいる。あ、しまった、水汲んでくるべきだったな。水をどっかで汲みたいけど、ここの水は汲めないもんね。なるほどね。ここ、あ、じゃあまあ1個買ってたの、1個買ってたこと自体は正解だから、まあ見せびらかさないよ。植えて植えて、オッケー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 。じゃあちょっとここ買いに来るまでカットしようか。てっ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 てということで、命からがら水だけは救ってきたんでね、これでこれでどうだろう。裏道回れなかったら本当にどうやって進んでいったらいいのかっていうのは一旦ね、すいません、ちょっと裏技を使っちゃおうかななんて思ったりもするんだけど、よいしょ、ほい、お水だよー。ちょ、これデクラッツ自身もさ、水を加えることによってあれなのかな、成長するのかな。こいつらの栄養分って何なんだろうね。あー、やっぱそうだ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 。で、チラッとほいで、ほい、発射、ズチュチュチュチュチュチュチュ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 、オッケー、ゆいーぽんと。なるほどね、これでいけるわけだ。ちゃ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 かぱぱぴっぴっぷるぷるぷっぷぐるぐるって。だいたいさ、でもさ、こんな頭上でさ、派手にさ、なんかさ、二つ花を持ったやつがさ、くる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 回ったらさ、普通わかんべって話だよね。それがわからないのがやっぱデクナッツスタイルなんだろうね。そんなことやってっからお姫様触られんだよ。よくないよ、そんなの、ほんとに。もっと国としての兵力を上げていかないとさ、兵を送り込もうにもうつってもさ、送り込む兵のレベルがさ、こんなガバガバ、あー、ちょちょちょ、こんなガバガバじゃダメよ、ほんと。ほい。オッケー。てい。てってってって。てか、もしかしてこれさ、一発でいけた？もしかしてだけど、一発で果てちゃったかもしれないよね。果てにゃん。よいしょ、くる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 。よーし、ありがとう。で、こっち。あー、まだもう一つあるのか。で、ほい。あ、ちょ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 。ほい、届かないよう、残念でした。あれ、ちょちょ。気持ち上か。オッケー。あ？おめ、この野郎。ちょ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 。ほい。オッケー。むずいな、これ結構。そして夕方になってきやがった。気に冷えてやがる。本当はなんかあれだよね、自分の部屋を手に入れるっていうのが、なでかまてで確かミッションとしてあったはずなんだけど、もうそんなのもう覚えてない。何時から入ったらいいかなんて覚えてない。おります。いっていっていってーってってって、このクソったれー、私のことを逮捕してください。キャーッ、ザッデン最高。ちょっと
お猿さんと会うまではこのパート、お猿さんと会うまではやめられないっすよ、マジで。ほい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 、よいしょ、ほいほい、もういっちょもういっちょ、よいしょもういっちょもういっちょ、よいしょもういっちょ。これでもし2回目ダメだった時にはもういった、もういいや、めんどくさいのしちゃった。これちなみにでもさ、ぶち殺したやつまた復活してるとかって落ちないよね。復活してるわー、もうゴリッゴリに復活してるわー、ほんと嫌になっちゃう。ほいしょと、ほい、一発ではない。あ、ちょちょ、入って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 、ほいっと。これちなみに一回あれなのかな、上から落とすとかでもいいのかな、どうなんだろうな。あの、そのデクの実をパチンと飛ばすことでもあいつ倒せるのかどうかっていうことこなんですけど、倒せなかったら今度ね帰ってくる手段がなくなっちゃうからな。てかまたやり直しです。だってそう、早い段階で試しとけばよかったな、それな。あれ、ほい、オッケー、ヒュー、パシーン、いいね、うまいね、安いね、早いね、牛丼並みだね。プル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 、おい、よしと、ドン、チャ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 。さあ、もう一回瓶をよこし、歩き方どうなってんだって話だね。あ、ちょ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 、よくよく考えたらさ、すげえむちゃくちゃなんか飛んでいくな。あれ、チャットがあそこでさ注目しろよって話なんだよね。役にも立っちゃうしね、この子の本当に。もうナビだったらさ秒でさ弱点なんかわかんないよって言ってくるもんね。あ、じゃあどっちも役立つだったら、よいしょー、ほい、トイット、プップクプップップクプクプップップップクプッ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 と、いて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 て、あ、いて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 、うまいな、こいつ。よいしょー、あれ、どこ飛んでった、ほい、ユー、オッケー。ただ、一個懸念は、あ、この時は大丈夫かな。いや、あの、この途中でさ、急にさ、あおとかされると、マジで困るんだよ。ちゃ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 、で次どこだ？ん？あ、そっか。よし、オッケー、たどり着きの。待っててね、お猿さん、モンキー、キー、大丈夫？やっと待ってて、姫は戻ってくれって、なんて言ったら分かるんだよ。お前は知った姫は化け物の屋敷のちまよ。やられること信じくれないんだよ。相当あれだよね、多分ね、血液全身がうっ血するくらいのあれだよね。ローテクロパン、だってさ、下何もないでさ浮いてるってことやばいよね。あんた誰にバレてる。おい、はいはい、聞きます聞きます。オイラとデクラッツル姫さんは毒の流れで出している滝を何とかしようと滝の上でウッドホール神殿に行ったんだ。でも神殿は化け物の住みかになって、途中で姫さんは化け物に捕まっちまった。デクロ王さんはオイラが姫を誘拐したとオイラの話を聞くとし、ごめんね姫さんが危ないんだ、急いで神殿に立つって助けなきゃ。いいえ、あきーって怒ってきそう。壊れてられるけどさ、何でも言ってやれ。ええ、分かった分かった分かった、ごめんごめんごめんごめ ん, ごめん、めっちゃ伝わった、もうやばい、ゴリッと伝わって、もう本当にハートキャッチプリキュアされてます、大丈夫です、ありがとうございます。そうか、ということは俺らの代わりに姫さん助けてくれたね。そうは言ってます。ゆうなずくんじゃない、めんどくさいだろー。決心で入る奴に気づかない小さな音で、ちっせーよ、聞こえねえよ。てかもうさっきさ、王様ががっつりこっち見てたんですよね。で、このラッパの音でバレると。ごめんね、お猿さん、モンキーちゃん。捕まえちゃって。もうこっちみんなしって感じで見てるよね。そして、腰振って踊ってるよ、王様も。じゃあ、楽しんでるべ、王様も。パーパー、パー、パー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 、パーパーパー。目覚めのそなたを覚えた。深い眠りについたものを目覚めさせるものでございます。オッケー、じゃあ、ほい。
でくらつろづくしこのメロディー。やはりあのバカザルがわがしねえ、はれたけど、姫を食べるべし、証拠じゃ、みんなのほうの、さらのお仕置き始めるぞ。あ、やばいやばいやばい、俺も捕まえられんのかーい。おかしいおかしいおかしい、でくらつが使ってる近道を使うと、よー、あやべ、食べて、ということで、なんとかですね、半日でここまで来ることができましたということで、一旦ね、じゃあこの辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。次回ウッドフォールの神殿に向かうところまで行って、ちょっとまあ街中を探索もしたりとかね、しようかなというふうに思いますんで、次回パートお楽しみください。ではまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。